私は日本のフェンシング競技者であり、指導者。幻のオリンピックとなった1980年、モスクワオリンピック日本代表。世界選手権日本代表4回。1952年2月26日東京都中野区で出生小学生の時に札幌市中央区へ転居。札幌光星高等学校へ入学し。 当時習っていたマンドリンを続けようとマンドリン部の入部を考えていたが通りがかった体育館でフェンシング部の練習を見て白いユニフォームと剣に見せられ入部を決意一人で黙々と練習したことが試合で使える喜びを知りフェンシングに夢中になった古門ハンダ造・北海道フェンシング協会下野金谷の指導のもと頭角を表す1970年 札幌光星高等学校卒業。日本大学へ進学し、フェンシング部に入部。2年生の時に部員不足に陥るも関東大学一部リーグで総合優勝。翌年も優勝して4連覇に貢献した。1974年、日本大学小学部経営学科卒業。1974年から1978年、ヤクルト本社総務部勤務。 1978年、台湾国のアジア競技大会で、エペ個人銅メダル、エペ団体銀メダル。村田興産株式会社常務取締役。1979年、全日本フェンシング選手権で、エペ個人優勝。1980年、モスクワオリンピック、日本代表に選出されるも、アフガニスタン紛争の影響により不参加を、余儀なくされる。 2002年2月全道王座決定戦で優勝。これが最後の試合となる。2002年5月13日早朝、自宅で倒れる。7時45分、急性心不全のため、札幌医大病院で逝去。去年50、ありがとうございます。